どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツです。本日はドーントレスの動画になるんですけども、今日は始めたばかりの傾けの内容になっているんですけども、最初のうちはセルがあまり揃っていなかったり、防具があまり揃っていなかったりするかと思います。ですので、いろいろとパークを組んだりするのが難しい部分があるかと思うんですけども、今回は個人的に 万能でこのパークがあれば結構戦えるというようなパークをいくつかご紹介させていただきます。ちなみに、強戦士や鍛錬などは非常に強力なパークだと思うんですけども、序盤での入手が比較的難しいかと思われますので、そちらは含まれておりません。それでは、まずおすすめのパーク一つ目になるんですけども、逆上というパークになります。 こちらはできればプラス6での発動が理想になるんですけども、プラス6の効果としましては、ヘルスが50%以下になると与えるダメージが25%増加するといった効果になります。こちらは火力系のパークの中でもトップクラスで使いやすいパークになるかと思います。シンプルに火力が上昇しますので、討伐がややスムーズになるかと思います。 続きまして、おすすめのパーク2つ目になるんですけども、こちらは逆上と合わせて使用するととても相性のいいパークになります。そのパークというのが、不屈の魂というパークになります。こちらもプラス6での発動が理想になります。不屈の魂の効果なんですけども、ヘルスが50%以下になると火ダメージが30%減少します。 さらにヘルス50%までは武器攻撃ダメージの8%分ヘルスを回復していきます。ですので体力が半分までは武器での攻撃を与えるたびにその与えたダメージの8%分 HP を回復し続けますので個人的な一番のメリットとしましては回復薬を大幅に節約できる部分になるかと思います。回復薬を切らしてしまうとなかなかベヒモスに近づけなくて あまり思うように攻撃を当てられないといいととう場面もあるかと思います。そういった時に不屈の魂を発動させていると基本はこちらのパークの効果で回復していきますので終盤になっても回復薬に余裕があるような状態が作れるかと思いますのでこちらとててもおおす,すめになっておりますこちらの2つに関しましては自分の場合は全てのビルドでつけているパークになるんですけども。 正直この2つを発動させるだけでもかなり変わってくるかと思いますそのくらい主力の中心のパークになっていると思いますそしておすすめのパーク3つ目になるんですけどもこちらもできれば合わせて発動することによってより強力な効果をもたらすパークになるんですけども狂乱というパークになりますこちらのプラス6の効果は ヘルスが50%以下になると攻撃速度が20%増加するといった効果になりますこちらも HP が50%以下で発動するパークになりますので逆上や不屈の魂などと合わせてつけておくと非常に有効なパークになるかと思います攻撃速度が上昇しますのでシンプルに火力の上昇につながるかと思いますさらに攻撃と攻撃の合間の隙が非常に少なくなるかと思いますので 敵の攻撃のタイミングに合わせて回避をしやすくなったりとても強力だと思います。そして今ご紹介させていただいた3つのパークを付けている状態で戦っていますと基本的には HP50% または50%以下の状態で戦い続けるような形になるかと思います。というのも不屈の魂の効果では50%以上には回復しませんので 回復アイテムを使用しない限りは50%以下というのをキープすることができるかと思いますただやはり50%以下で戦い続けるというのはダウンしてしまう確率がやや高くなってしまうかなと思いますのでそういった場合におすすめのパークとして生命力というパークがありますこちらは仮にプラス6で発動させるとすると 最大ヘルスプラス500自身が受ける全ての回復量プラス50%といった効果になります自身の最大の HP を上げることによってヘルス50%またはそれ以下で戦い続けている状態でも HP が高くなっておりますのでかなり安全に戦いやすくなるかと思いますですので先ほどご紹介させていただいたパークと合わせてこちら生命力も発動させておくと とても安定して戦いやすくなるかと思います。それでは続いてのおすすめになるんですけども、マルチプレイを行う際にとても便利なパーク、メディックになります。こちらは蘇生速度も上昇しますし、蘇生した際にそのチームメイトのヘルスを追加で40%回復することができますので、マルチプレイでは個人的にとても強力なパークになるかと思っております。 はいということで本日は5種類くらいになるかと思うんですけども始めたばかりの方向けということで簡単に個人的なおすすめパークをご紹介させていただきました他にもいろいろなタイプの非常に強力なパークというのもたくさんあるんですけども今回ご紹介させていただいたパークはいろいろな状況でいろいろな武器で扱うことができるパークになるかと思いますので。 比較的戦いやすくなる部分というのも多くあるかと思います。はい。ということで本日の動画いかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまたバイバーイ